はい、どうもこんにちは。今日は自動車のこととか、株式投資をするためとか、趣味であるとか、そういうので情報を集めるためにインターネットを使うと思うんですけど、それの使い方、情報の集め方について話したいと思います。15年ぐらい前だと思うんですけど、日本経済新聞っていうのの記事にインターネットで情報を物選びの参考にすると失敗しやすいっていう話が出てました。っていうのはインターネット、特に趣味の情報、趣味で発信している情報を参考にすると失敗しやすいっていうことなんです。というのは、例えば自動車であれば多くの個人サイトが趣味で作ってますよね。そういう趣味でホームページを作ってると。で、そこではその趣味の世界のすごい深い知識がある人もあるんだけど、とにかく価値観が偏ってる。で、そこで、そういうところでいろいろ相談したり、例えば掲示板なり何なりで相談したりとか、情報を集めたりとか、そういうことをしても、偏った情報が集まってしまって、それで結果失敗すると。例えば車選びに失敗すると、オーディオであればオーディオ選びに失敗すると、なんか失敗しやすいと、そういう話が出てました。それはこれは古い記事なんですけど、今でもそれは変わらなくて、やっぱりね、個人の価値観に関わらない客観的な情報っていうか、正しい情報を得るのが大事っていうこと。それで車の場合だったら、その車はの半分は法律でできてるわけですから、その法律を知ればいいと。で、車の構造とか点検の方法とか、そういうのを定めてるのは道路運送車両法、交通取り締まりをする道路交通法の方は皆さん馴染みあると思うんですけど、道路運送車両法の方はあんまり馴染みがないと思うんですよ。それでその上に使われている言葉が難しくて、例えばヘッドライトを前照灯って言ったり、ステアリング関係のことを舵取り装置と言ったり、あとなんだっけな、あとなんだろうな、とにかく使われてる用語が難しすぎる。それでそのだけどインターネットではその正しいワードで検索しないと正しい結果が出てこないんですよ。だから道路運送車両法で使われている言葉、例えば車検であれば、いわゆる車検であれば継続検査、それで検索すると、それだけでだいぶ違ってくると。それでね、結局それは簡単な方法があるんですよ。それ、車に関して正しい情報、正しい知識を身につけるには、インターネット上に整備士向けの整備士向けのテスト問題、国家資格のテスト問題とか解説とか、それがいっぱいあるんですよ。だからそれを勉強すれば難しい法律の条文を覚えなくて済むと。そのちゃんと解説して、分かりやすく解説してあるのがあるんですよ。それを勉強すれば自動車に関する正しい知識はつきます。それで効率が一番いいです。ついでに言えば自動車工学とかね、自動車電装品とか、そういう一応学問として確立しちゃってるんで、それの教科書を読めばいいんですよ。あるいはそのインターネット上のその参考書を読めばいいと、あるいは問題集をやればいいと。それでそれをちょっとやっていけば整備士並みの知識はつくと。でただでさえね、自動車っていうのは広く浅い知識が必要で、と思うんですよね。僕その自分で調べてみた結果、広く浅い知識が必要で、いろんなことが分かる。その自動車材料学から、さっき言った法令から何からね、
いろんなことがわかる。で、まあ、あともう一つは、用語、言葉が難しいんですけど、結局ね、これ、逆に英語で検索するとき簡単なんですよ。英語で検索するとき、その、例えば日本だったら例えば国土交通省とかそういうワードで検索するんですけど、向こうだったら NHTSA とかあるいは EPA とか、あと車の部品に至ってはもっと簡単でヘッドライトとかインジケーターランプとか、なんかそんな、ね、むしろ日本の方向指示器とかなんとかっていうよりよっぽど簡単、でブレーキとかああいうのだって共通だし、結局ね英語で検索した方が簡単なんじゃないかと思うぐらい、それで十分ね、そんな難しいワードを入れなくてもちゃんとした検索結果が出てくるようになってます。で、意外と難しいのが車の名前、車の名前でね、そう、めった、その、自分なんかこういうところの田舎にいるんで、外国人と会う機会ないんですけど、一回ね、イギリス人と話をしたとき、そうだ、これ、イギリス人だから、ジャガーってイギリスの車の話しようと思って、ジャガーがどうのこうのって言ったら、したら、全然通じないんですよ。なんだそれ、なんだそれ。で、結局ね、私は動物の絵描きました。動物の下手な絵を描いて、おいで、これか、ジャギュアだ、これ、ジャギュアとかなんとか、なんで、ジャガーじゃねえのか、ジャギュアかよ、と思ったんですけど、でね、この時知ったのは、徳大寺有恒先生っていう自動車評論家がいらっしゃったんですけど、これ2014年に亡くなられてるんですけど、間違いだらけの自動車選びとかそういう有名な著書があって、その有名な方がの本では割と、原音に近い発音で、車の名前が書いてあった。ジャガーだったらジャグワーかな、徳大寺先生に言うとするとジャグワーとかジャギュアとか書いてあるんですよ。でメルセデスとかね、そういうふうに原音に近い形で書いてある。ただね、日本でそれ言うとこいつ頭おかしくなった、昨日ジャギュアに乗ってさとか言うとこいつ頭おかしくなったんじゃないかのって思われるんで、であえてジャガーって言いますよね。それだけど向こうはだいぶ違う。だから俺ね、その時ですけど、徳大寺先生の話っていうか本は有名だったから知ってはいたんだけど、よく読んでないんですよ。それでちょっとその社名に関してはその恥ずかしさもあって、ジャグワーとか言わなかったんですよ。ジャグワーとかジャギュアとはね、それでね、それが残念だけど、原音に近く覚えれば、他の例えばね、エンジンの用語、例えばコンプレッションイグニッションとかね、圧縮着火っていうよりよっぽど簡単じゃないかと思うんですけど、そういう言葉よっぽど英語の方が簡単で、CO2 とかね、ああいうなんて言うんだろう、科学用語っていうのかな、あれに至ってはもう世界共通ですから簡単なんですよ。で、ちなみにこの後ろに写ってるの欅の木なんですけど、これなんかも欧米ではゾルコバっていう学名で呼ぶんですよ。で、学名であれば世界共通語で、それで結構話ができちゃう。よく言うじゃないですか、英語は単語が話せれば大体通じちゃうよみたいな。で、まあそれでそうなんです。それで自分なんかも英語とかあんまり話せないんだけど、あんまりっていうかほとんど話せないんだけど、だけどこの単語を並べて話せるふりをする。あと、まあできればね、うまくコミュニケーションを取りたいじゃないですか、外国人ともね、英語圏の人たちと。で、
まあそれでちょっと単語を一つ二つ並べただけで、あの日本人の友達なんかは、お前すごいなって、英語ペラペラじゃんっていう話なんですよ。で、ね、それでまあそれにはコツがあって、これ昔、ラジオかなんかで聞いたんですけど、外国人と話すときは、外国人と話すとき、英語で話すとき、英語がペラペラにのふりをする方法っていうのがあって、それはね、まずリアリーを連発する、リアリーリアリー、あとグッドグッドグッド、なんか相手が何か言ったらグッドとリアリーを連発する、それとあと相手が最後に言った言葉を繰り返す。例えば外国人が I'm from California とか言ったら、その Really? California? ね、それだけでなんかすごい話せてるような感じがしちゃう。全然話せない人からすればね、そういうコツがあったんですけど、で私もこれ使いました。ただね、なんだっけな、お笑い芸人でサバンナっつったかな、サバンナのなんだっけ、フェイスブックの創始者に顔が似てる人、あの人も言ってたんですけど、この人は日本語の話の場合、先輩の面倒くさい話を延々と聞かなくちゃなんない場面がよくあるらしくて、彼はまあそういう人いっぱいいるんですよね。で先輩の面倒くさい話をちゃんと聞いてないんだけど聞いてるふりする方法っていうのを教えてくれたんですけど、彼が言うには、そうなんすかそうなんすかっていうのを繰り返すと、まさにこのリアリーリアリーと同じですよ。でそうなんすかにバリエーションを作る。だから悲しいそうなんすかとかね、あと嬉しいそうなんすかそうなんすかとかね、そういうバリエーションを作って、ずっと延々そうなんすかそうなんすかって、それを言ってればちゃんと聞いてるように聞こえる。で自分もやったんですよ。だからそれの英語版ですよね。 Really? Really? Good? でそれでいい感じで、何回かそういういい感じで、何回かってそんなしょっちゅう話してるわけじゃないですけど、外国英語圏の人と何回か話してたら、したらある日ね、グッドって言ったら相手が爆笑したんですよ。でね、いまだになんで爆笑されたんだか分かんないけど、でそれ以来ちょっとその分かったっぷりするのが怖くなってね、やめました。知ったっぷりするのはやめました。何の話してたんですか。そう、だからね、英語で検索することは難しくない、特に自動車のこと、よっぽど日本語の方が難しい。だけどよっぽど日本難しい日本語は整備士用の勉強材料として、教材としてちゃんと分かりやすく解説してあるのがインターネット上に出てますと、それを勉強してくださいっていう話でした。はい、以上です。